皆さんこんばんは、今日日はどんな1日でしたか私はですね、今日は午前中、事務所に行って、えいろいろと、ね、当選祝いのお祝いを出会ったりとか、ご挨拶をしていただいた方々が来ていただきましたんで、そんな方々とですね、いろんなお話し合いをしながらですね、いました。そして午前中ですね11時から 足別の方で、ええー、志村さんの、志村議員のですね、事務所開きがありました。で伺いました。志村さんは、地域おこし協力隊で、えー、足別に来て、そして、市会議員になられたということで、まあいろんな経験されて、実績もあってですね、まあ一期びだとは思えないぐらい、 素晴らしい挨拶をされていました、えー。具体的にこれからのですね、足別の方向性であったりとか、やりたいことなどお話をされてまして、本当に一緒に私も足別市盛り上げていきたいな、というふうに思った事務所開きでありました。それとですね、昼から、ただ、滝川のですね、佐々木和代さん、滝川市土井会議員として今、 候補者であります、佐々木和代さんのですね、応援に伺いました。今日は石狩地域からですね、佐々木大輔先生も来ていただいたので、一緒に街頭演説をさせていただきました。本当に佐々木和代さんはですね、女性議員として期待されているところといいますのは、やはり介護だったりとか、医療の現場で本当に培われた経験っていうのはありますので、ぜひですね、自民党の公認候補として、私も即戦力で、 頑張っていただきたいなっていうふうに思う方の一人でありますので女性議員って本当に少ないんですよね考えてみたらぜひあの多彦川市民の皆様には佐々木和代さんをですねぜひ応援していただきたいというふうに思っていますそれと夕方帰ってきまして、えー、事務所の近くの花ちょうちんさんでですね ちょっと会食をさせていただいて、えっ、ー、と、日頃お世話になってる方々とご挨拶させていただきながらですね、いい夜を迎えさせていただきました。明日14時から、2時からですね、えー、赤ベルの未来で井上さんとの意見交換会、えー、されるということです。ぜひぜひ来ていただきたいなというふうに思います。えー、実はなんで意見交換会になってるのかというところでありますけども、えー、本当は公開討論会をしたかったらしいんです。 でも今、現職の方にお断りをされたということで、井上秀友さんがですね、あの今、赤平氏の、えー、市長候補予定者なんですけれども、その方にですね、いろいろこれからの赤平のビジョンをみんなで聞こうと、意見交換をしようという会になったということであります。ぜひぜひ、皆さんこれからの赤平の 明るいビジョンもですね、みんなと語り合える、そんな場ではあると思いますので、ぜひ、お時間のある方は来ていただきたいな、というふうに思っています。それでは、明日、もいい一日でありますように。